のちゃんは悲しいよ。あ、前髪切った。そうなんです、あのですね、私伸ばそうと思ってたんですよ。そしたら A の配信を見てくださったエイタのマネージャーさんが、なんか前髪長いよ、なんか表情あんま見れなかったから前髪切った方がいいよとおっしゃってくれてですね、切っちゃいました。しかっ切っちゃった、パッツンにしました。パッツンに、うまくないマジ、あの切るの大成功と言っても過言ではないよ。前髪可愛いです、ありがとうです。明日はです、あ、どうでしたか A の、 A のあれは。私はですね、転がる石になれ、ビバハリケーン、誰かのために、オンリートデー、キスはダメよ、夕日を見ているか、パーティーが始まるよ、抱きし、間違えた、背中から抱きしめて、Dear My Teacher に出させていただきました。すごくない？マジで褒めてほしい。だってやったことない曲多かった。パーティーと Dear My はやったことあったんですけど、その他やったことなかったんですよ。頑張りました。背中から抱きしめて、仲直りをしたいなら、折れるほど強い愛で振り向かせてほしい。全部自力で覚えたの？はいはい、そうです。ちなみに A とは A よりダンス曲がたくさんあります。ダンス曲に出るんですけど、それも全部覚えました。褒めてほしい。ヒャノは明日ね、エイトがあるんですけども、そのエイトが終わったらもう存分に、もう存分に褒めてあげてください、ヒャノちゃんのこと。こんばんは、こんばんは。マジさ、昨日だっけ、昨日の配信でさ、オンリートデイのいてくれればいいからをさ、めっちゃ歌いそうでさ、あの、めもう怖かった、やばいと思って、めっちゃき、あの動画流してたらさ聞いちゃうじゃないですか。だからさ、もう本当に流れてて頭の中で、もうやばかった。本当にいてくれればいいから、僕の一番すぐそばに、昔と何も変わらずに、最後に今日だけ愚かな愛に付き合って、夕日が隠れるまで。なんかリクエストして曲入ってました、入ってました、ほぼ入ってた。あなたとクリスマスイブ以外入ってましたね。A の1位は Dear My Teacher でございました。さっきからなぜ黙ってるの、あなたは腕を組んだままで、きっと一票ね、あなたとクリスマスイブ私が入れたんですけど、歌いまくってたじゃんか今年の冬、だからこれ入れるしかないと思って入れたんですけど、まさかの一票だったですね。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう、いつか今日を思い出すわ、マルクリスマス and I love you。 どんな感じで言ったらバラバラ、やったことあるとか聞いたことあるなっていう歌を入れました。あとちなみにキスはダメよにも1票入れたんですけど、なんでかっていうと、パーティー公演をやっている時に、ちなみにクラスメイトにも入れたんですけど、それは入ってなかったですね。
ウロスベルト入れたっけ、ヒャナ。多分入れた。なんだっけ、キスダメをなんで入れたかっていうと、パーティー公演の時に雪丸がね、キスダメやってて、ミッサーとめっちゃ似てたんですよ、まるちゃんのこと。それでちょっともうキスダメって言ったら雪丸のイメージがあって、私の中では。だから、ああまるちゃんやと思いながら入れましたね。そしたら自分が踊ることになりました。キスはダメよ、誰か見てるわよ、人混みの中で塩を飲んでるやなく、大胆ね。爆笑しそうだな。ちなみにしてたちなみにしてた。私今日確かかなり可愛い曲やってた。見てないんだよな。どうだった？大人系多かった。楽しかった、めっちゃ。でもさ、ちょっとさ、ちょっと後悔してることがあって、パーティーが始まるよあるじゃん。パーティーが始まるよでさ、めちゃめちゃさ、このでかいスイカとかさ、パーティーグッズ用意してたんだけどさ、どこのタイミングでさやったりか分かんなくて、結局最後までできなかったんですよ。それがね、ちょっと後悔してるから、ちょっとエイトの時はマジでふざけたいと思います。ゆうちゃん今日僕誕生日なんだ。おお、おめでとうございます。素敵な年を過ごしましょう、一緒に。おめでとうございます。ハッピーバー。こんばんは、こんばんは。エイトはズームに行けるやろ。わからんよ、エイトこそ真面目かもしれんよ。チーム4は食事タイムもあった。食事タイムもあったの、おもろいね。それマイクわかった。マイクはボディクリームですよね。もうエイトの時のマイクはもう広島といえばだよね。いい意味で私の曲楽しみにしてる。でもね、あんまりふざけられる曲ないんだよね。エイトはね、6か7ぐらいですね。6か7ぐらいだと思います。お楽しみにしておいてくださると嬉しいでございます。ああこんな夜にはコーヒーがいいだろう。イルミナティ入れる好きなさそう。いや、いや、どうやろうな、どうやろうな。67いいか、違う、67いいじゃない、67曲ですね。単位いいじゃなくて曲です。67曲ほどですね。なんかヘナの担当する曲がですね、いやー、どうやろうな、もう分からん。隙間があったらイルミナティ入れるわ。とりあえず曲名を教えといて。いやー、バカか。バカバカ、それはバカで。ここでヒャナがさ「えっつねー」って言い出したらさ、もう放送事故、事故っちゃう、事故っちゃう。何する？いやだからだから意外系な曲かな。いやでもやったことない曲しかない。じゃあ順位だけ覚えてない。順位はちょっと覚えてないな。振り付けなら覚えてるから、振り付けならやってあげれるけど、やんないけど。やんないけど。でもさ、賞味さ、賞味予想ついてる人、みんな賞味、賞味ね、賞味1位予想あるついてるっしょ。多分それじゃない、多分だけどそれじゃないと思う。
まあ数曲は何が入ってるか分かる。まあ1位はなんとなく、いや多分それじゃない、違うんだ、違う違う、多分それじゃない。もうみんなびっくりしたもん、1位えみたいな、あれみたいな台本で思ったもん、あれみたいな思いましたね。こんばんは、こんばんは。ドルル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 ル聞いとずいぶんお困りね、私の扱い方にね、えゆっくりと二人について考えましょう。ねえこの世には男女ゲイしかいないの、そんな簡単な答えくらい私にもすぐわかるわ。プププポー Kiss me baby Kiss me baby 壊れ物を抱き寄せてよ。そんな感じで明日のヒント、じゃあね、ちょっと振り付けだけね、振り付けだけやるわ。はいはいじゃあイルミナティあたりもう1位はこれしか勝たんよ、勝たんしかイルミナティだよ。いややばいでしょって話だよね。いやわかるでしょ、いや言ってよね、それイルミナティ、あ、じゃあそれビルゲイツ、それイルミナティ、これあはははは、あは、お、ほほい、気づいてない、動かない日本人、明けおめはん、トキトキトゥ。こんばんは、ひやちゃん、こんばんは。やっぱイルミナティしか勝たんのよ、1位は。でもそうしよう、みんなの予想も多分合ってると思うの。本気小屋じゃ本気小屋はちょっとな、わかんない。見た、そういえばみんな部屋の最新 TikTok、 TikTok 見ましたか、 TikTok。 明日の8の立候補は見てくれないとああなりますからね、見てくださいね。予想通りイルミナティだったか、そうやね。今日で271日、ありがとう、ありがとう。またあげたの、うん、この間からあげてない気が向いたら見るじゃん、ああなっちゃう。最新って昨日のやつ、うん、やばい、さっきあげたの、うん、昨日あげた昨日あげた、昨日だっけ一昨日だっけ忘れたけど、え、帰ってきてくれるのは嬉しい。なんでね、なんで飲み会行こうとしてたのに帰ってくれる気になったんだろうね、不思議。なんでだろう、なんでだろうね。ちょっとごねただけなのにちょっとだけごねただけなのにさ、帰ってきてくれることになったんだよ、不思議。何か心変わりがあったのかな、ほんとちょっとごねただけなのにいやわかるでしょ、いや言ったよね、これイルビルゲイツ、それイルミナティ、あーはーはーはー、あ、おほほー、
ぬいぐるみの時の表情が好きちょっとうんちょっとごねただけなんだけど行かないことにしてくれた。気づいてない、動かない日本人、明けおめは。うさぎさんか、せやで。え、今日帰り遅くなるの？なんで？矢野はもうあんな引き止め方はしない。もうちょっと可愛く引き止める、引き止めるならね。この間あの TikTok 見てて、あ、この引き止め方いいなって思う引き止め方があったんですけど、あのその引き止め方をします。私は引き止めるならね、引き止めてくれ。分かったじゃあ飲み会行ってくるって言って。やのに TikTok で見た可愛い引き止め方するか言ってみ。ちょっと飲み会行ってくるってうん違う、可愛いって言ってほしいんじゃないの。飲み会行ってくるって言ってほしいの。あ、飲み会行ってくる、あ、本当に、あー、そうなんだ。あ、飲み会、あ、全然いいけど、今日の夜ご飯さ、あの A5 ランクのさ黒毛和牛使おうとしてたんだよね。そう、あの飲み会行くなら食べれないか。でも黒毛和牛買ったんだよね、 A5 ランク。あ、行く、あ、そうなんだ。でもさ、この前さ、あのナースのコスプレ好きって言ってたじゃん。今日からさ、ナースのコス、今日だけさナースのコスプレして寝ようと思ってたんだけど、飲み会行くならいいか このあれをしてた、この引き止め方してて、こ、かわいいじゃんと思って、この引き止め方したいと思いますそれも明日でもいける。うん、今日じゃなきゃ無理なの。なんか明日になったらそのナース、いや、やっぱやめろ、しんどいやった、引き止められたそう、見てたんです。それを気づいてない、やばいやばいやばい、頭から離れかと思った。いてくれればいいから。引き止め選手権やる、いいね、引き止め選手権しよう。ちょっとみんなでどんどんどんナース姿を見ないと寝れないですよ。ナースコスプレしたことないから無理したことないから無理。引き止め選手権しよう、みんなで。でも正直さ、引き止めてもじゃない、やっぱ飲んでくるわ、連絡がすごい来てて。ああ、そうなんだ、行っちゃうんだ。何があるかな、ちょっと、ちょっとよし飲んでくる、連絡すごい、ああ、そうなんだ、行っちゃうんだ。え、でもさ今日その飲み会の場所さ潰れるって言ってた潰れるって言ってたよ。だから行かない方がいいよ。あとさ、今日その方向、その行く方向さ
南だからさ行かない方がいいよ。けど今日南運悪いって言ってたじゃん。黒魔術師だよ。魔術師になる。つぶれるくさ。今日つぶれるって言ってた。その飲み会だからもう行けないよ。引き取りがやばい。マジで引き取り弱い？なんて言って、ちょっとアイディア出して、アイディア、アイディア、アイディア言ってくれないと困っちゃう。本当なら本気で引き止めるやろ。いやー、部屋のどうなんだろうね、引き止めんのかな。別に飲み会ぐらいいいんじゃない。今日生まれそうなのは最強やろ。確かに。あ、やばい。あ、あ、風邪ひいたはどう。風邪ひいた、風邪ひいちゃったんだよねはどう。え、これで行く人は最低じゃない。なんか今日飲み会行くんだ。でも今日ちょっと体調悪くてさ、風邪ひいちゃったんだよね。でどう。え、これ最強じゃない。体調悪くて朝から何も食べれてなくてさ、あ、でも全然飲み会楽しんできて、ほんとこれ最強だと思うんだけど。甘いな。マジでこれで行く人いる。それは最低だよ。こうこうこれで行く人いたら最低だよ。ちょっと行かないから飲み会行ってくる。あ、確かに言っちゃうとダメか。寝たら治る。いや、一緒に寝ないと治んない。ちょうどいい薬手に入れた。医者か。行くの早く帰ります。なるほどな、早く帰ってくる手があるのか。そうか、それがあったか。56分、あらら。ちょっとこの問題は明日に持ち越しですね。どうしたら引き止められるのか選手権ということで、ランキング発表していきたいと思います。考えておくね、明日までに。めっちゃいい引き止め方法を。13位熊城さん、ありがとうございます。12位たまちゃん、ありがとうございます。11位キラキラボさん、ありがとうございます。10位大ちゃん、ありがとうございます。9位ベベモンさん、ありがとうございます。8位夏さん、ありがとうございます。7位倉掛西郎さん、ありがとうございます。6位アルテマさん、ありがとうございます。5位まこーちゃんさん、ありがとうございます。4位カイスさん、ありがとうございます。3位リカさん、ありがとうございます。人気アンパチさん、ありがとうございます。1位はトゥルル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 ン、元気くんです。ありがとうございます。元気くん、ありがとう。イエイ、ありがとうございます。セクシーに引き止めてほしい。セクシーに引き止めてほしい。なんだそれ、なんだそれ、どんな感じや。セクシーってちょっと考えとくわ。ということで、キャッチフレーズをしたいと思います。せんのが、もっともっとって言ったら、おくもっとって言ってください。いきますよ。もっともっと、おくもっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳、どんどんことおくもとひゃんです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということで、皆様本日も見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。明日はね、ついについに12時ぐらいかな、からリクアーナ、12時だっけ、12時半にあのエイトのリクアーがあるので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。3 2 1 0、アデュー。バイバーイ。